て、ビチェロワのゆかの演技が始まります。なお、リュンカの平均台は 9.70 という得点が出ております。曲調が変わって最初の見せ場が来ます。ちょっと振られましたが、決め違いが見事に決まりました。中の見せ場では、ソビウス選手はこういったのシリーズ動きが多いですね。全体的に前方宙返り、はい、で1回半ひねりとか、そういう形から1つのシリーズの中で、2つ以上のサンプリング内が入らなきゃいけないものですからね、前夜のような形で、はい、動きがありますね。肩で大きく息をして最後の見せ場に入ります。2回宙返りはピタッと決まりました。